はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はマリナーズの話をしていくわけですが、後半戦始まっていきなり1勝5敗スタート、さらにフリオと JP クロフォードが共に故障離脱と窮地に追い込まれていたマリナーズでしたが、そこから少し立ち直ってアストロズがここのところものすごい勢いで勝ち星を増やしていますので、苦しい状況に変わりはないものの、どうにかプレーオフ争いには依然食らいついています。特にトレードデッドラインを前にランディ・アロザレーナ、ジャスティン・ターナー、ジミ・ガルシアと割と積極的な補強に動いたおかげか、この世の終わりみたいな野球を繰り返していた時期と比べますと、いくらかチームにエネルギーが戻ってきた感じもありますし、フロントが勝つ姿勢を見せたことで現場もまだいけるぞとなったのかもしれません。離脱していたフリオも当面 DH 起用とはなりそうですが、先日復帰も果たしまして、チームとしてどん底はとりあえず出したかなというのが最近のマリナーズといった感じでしょうか。でもうどうするんだよという時期もあったマリナーズでしたが、その間も含めて意外な選手ビクター・ロブレスが超頑張っています。かつては球界でも有数のトッププロスペクトで、ナショナルズの未来を担う存在として将来を嘱望された選手でしたが、課題だったバッティングがとうとう伸びず、今季途中にナショナルズからリリース。その後マリナーズと契約したロブレスでしたが、マリナーズに移籍してからというものをバッティングを含めてチームに大きなインパクトをもたらしています。8月に入ってからかなり調子を落としてしまってはいますが、移籍後44試合で OPS プラス123、打線全体が苦しむ中で7月途中から彼がただ一人ほぼ毎日ヒットを打つような感じで、リードオフマンを任されるようにもなるくらいの活躍ぶりだったと。フリオの怪我、さらには今まだ守れる状態にない中で彼の代役としてセンターも立派に務めたりと、本当にロブレスがいなかったらどうなっていたんだというくらいには、今やマリナーズに彼は欠かせない存在とまでなってますよね。ナショナルズファンの方からすれば、このロブレスの劇的な変化ぶりに驚かれている方も多いのではないでしょうか。まあそれもそのはずで、ナショナルズ時代後期のロブレスはというと、もはや完全に期待外れに終わったトッププロスペクトという感じでしたもんね。プロスペクト時代はゲームチェンジャーとなり得るスピードの持ち主だったことから、エリート級のセンターになることを期待され、MLB.com の球界全体のプロスペクトランキングにおいても2017年から2019年まで3年連続で球界トップ10にも入っていたロブレス。2019年から本格的にナショナルズのセンターレギュラーに定着すると、この年センターで DRS プラス23、OA プラス21と、前評判通りのスピードを生かした高い守備力を見せ、ルーキーながら活躍、チームの世界一にも貢献した選手でした。バッティングはこの時点でまだまだ途上でありましたが、パワーの片鱗を見せたりと、今後着実に成長していけば、それこそポテンシャルを考えたらオールスターの常連になってもおかしくないような選手でしたが、しかしその着実に成長が実現できなかったと。2020年以降の3年間で WRC プラスが70すら超えたシーズンはなく、また度重なる怪我の影響でスピードが落ちてしまい、自慢の守備力もダウンしたことで逆にチーム内での立ち位置も徐々に落としてしまいます。今季も怪我で離脱し、その間にセンターにジェイコブ・ヤングが台頭したことで、もはやローレスの居場所は失われ、チームから DFA、FA となった後、いくつかのチームからオファーがあったそうなんですが、チームの雰囲気が良さそうという印象を抱いていたマリナーズと契約することとなります。マリナーズとしても当初そこまでロブレスに高い期待を抱いていたわけではないと思います。怪我の影響でスピードが落ちていたことから、かつてのようなセンターでエリート級の守備が期待できない状態でしたんで、まあ領域をちゃんと守ってくれれば OK くらいの期待度。バッティングに至ってはこれまでの成績からして期待するとかそんな次元にもない選手でしたが、ただロブレスはキャリアを通して左投手だけはぼちぼち打ってはいましたんで、まあ強いて言えばそこくらい。マリナーズは当時本来だったらまだマイナーで経験を積ませたいジョナタン・クラッセを MLB の控え返しとして使わざるを得ない状況にありましたので、チームとしてはロブレスがベンチ要員として特に大きく支障もないくらいのプレーさえ見せてくれれば、それでいいという考えでもあったとは思うんですよね。今期の年俸の大部分もナショナルズが支払うため、まあダメだったら最悪切ればいいくらいという感じで、マリナーズに来てから早速出場する機会が巡ってきたわけなんですが、移籍後初打席は敗戦に直結するゲッツー。初めての守備機会では何でもないレフトフライに対してなぜか小ジャンプをかまして落球するという、まあいろんな意味で強烈なインパクトをいきなり残しまして、これは随分ネタ要素が強い選手がマリナーズに来たなと思ったものでした。私は今ノートでロブレスの毎日のプレイぶりを日記形式で公開しているんですが、なんかこう良くも悪くも面白いことをやってくれるんじゃないかと、この時思ったことがきっかけで始めたものでもあります。しかしそこからですよね、ロブレスに変化が見え始めたのは。いくつか印象に残ったことはあるんですが、まず試合に出るチャンスは最初は多くはなかった中で、少ないチャンスで思いのほかバッティングや結果を出し、あれこんなに打てる選手だったけど、ロブレスは MLB でも有数の打球の遅い選手として知られますが、ナショナルズにいた時からそれを改善させようと本人は取り組んではいたようで、でさらにマリナーズの打撃コーチであるジャレット・デハートと共に、ノーステップかつ下半身をより活かしたフォームに変えたところそれがハマったと。これまでのロブレスと比べたら随分強い打球も増えました。先日のフィリーズ戦で記録した先頭打者ホームランの打球初速は、ロブレスが過去5年間で打った打球の中では最もスピードが出た当たりでもありました。変化球に対しても器用な対応を見せたこともありましたし、内野が1、2塁間を広く空けていると見ればプッシュバントを試みたりと、クレバーさも印象的かなと。
最近は調子がかなり落ち気味で昔思い出すようなバッティングになってしまってはいますが、ただここから調子を取り戻し、また打ち始めるようだったら、これはもうこれまでとは違うバッターになったと言ってもいいんじゃないでしょうか。また個人的には彼の走塁も素晴らしいなと思っていまして、移籍後失敗なしで12個盗塁を決めているのもそうなんですが、常に次の塁を伺う姿勢と言いましょうか。先日のメッツ戦で決めたディレードスチールは相手バッテリーの隙を見事についた走塁でしたが、そういったところも卒がなく、こういった形でゲームを動かせるのも大好きです。本当にいい選手をマリナーズは獲得できたなと、ここ1ヶ月くらいの彼のプレーを見ると強く感じますよね。そして1番はロブレスの明るい性格。ここがマリナーズに来てから存分に発揮されていますし、かつ苦しかったチームにまさに欲しい要素だったと思います。私を含め多くのマリナーズファンの心を早々にわしづかみにしたのもロブレスの性格も相まってという部分もあるでしょう。先日 ESPN のサンデーナイトベースボールでマリナーズ戦が中継された際、ロブレスが試合中マイクをつけてインタビューに応じていたんですが、その中でここ数年自分の中で失われていた明るさがマリナーズに来てから戻ったと語っていまして、まあナショナル時代はどうしても元々のプロスペクトとしての期待の高さ、それを裏切ってしまった、なかなか結果が出なかったこともあってプレッシャーなどにもさらされてしまったんですかね。そこから新しいチームに来ることである種解放されリスタートを切れたことが本人にとっては良かったんでしょう。ロブレスがチームに加入してすぐサービス監督は彼に自分らしくいるように伝えたそうなんですが、それがロブレスの心にも刺さったようで、で監督の期待通り彼らしく明るく野球をプレーする楽しさを全力で表現することでいい結果にもつながったのかなと。本当に楽しそうに野球をしている姿がロブレスに関しては印象的で、センターでいいプレーを見せたら普段はフリオがやるノーフライゾーンのポーズをやってみたりですとか、アロザレーナが加入してからは彼の腕組みポーズを真似したりですとか、見ている側からしても楽しい存在ですし、またそういった形でロブレスがチームにもたらすエネルギーもまたチームにいい影響を与えているのではないでしょうか。瞬く間にチームに欠かせない存在となったロブレスですが、フロントも同じように感じていたのか、早々に契約延長も発表となりました。もともと今季オフに FA となる予定でしたが、2年総額950万ドルにて、来季以降もマリナーズでプレーすることが決定と。シアトルの環境を気に入っていると以前ロブレスが話していて、それを聞いたファンからも契約延長を希望する声が結構あった印象ですが、それをフロントが早々に叶えてくれました。個人的にはまだロブレスのバッティングを特にフルシーズンでどこまで信頼していいのかという部分もあると思いますので、今のスランプから立ち直れるかを確認してからでも良かったのではとも思いつつ、私自身も今やロブレスの虜ですし、彼のプレーを今後もマリナーズで見られること自体は素直に嬉しいです。金額もセンターをちゃんと守れる選手にしては高くはなく、最悪バッティングが落ちても守備と走塁でバリューを発揮してくれればまあほぼトントンかなという感じの金額ではあるかなと。シアトルで新たな居場所を見つけたロブレス、願わくばこれからもファンから愛されるような活躍ぶりを今後も見せてほしいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。